神様は気づくと神社と一緒に山に行った。人々は当初山の神様と崇め祀っていました。その神様の持つしめ縄を人々は蛇に見て永遠を信じ信仰していたが、人々は寿命を知り信じなくなり、天才に対抗する術を身につけ科学を信仰し始めた。プライドの高い神様は人々の悩む役にどうすればもう一度信仰心を取り戻せるか考えていました。これはとっつきがたい神様のそんな悩みのお話です。八坂の御事祭りを拝めし、あるべき姿は一体どこへ文明に支配する信仰は秋の空、それでも神様たち夏ことはしまい理解に励んだ街の娯楽、実際少年運命に近い願うよりも割れる側、神様にも都合悪い信仰を泣き覚ます終わり、簡単じゃない不作神妙存在しないプラクティスも恩恵尊敬根源立つ様変わるその少年、なんつう現金が思考からバックトゥーベーシー、一方通行な信仰なら信仰宗教はどい信仰、真偽もうつつくと無形存在願っても出てくる身勝手な寝ばきばってこい、小さいもののため大事な気持ちもずっと門前払い、自分にとってはちっけなもんでもちんけなもんはちっけなもん、今さらどのこそ観察こそ何すらもご状態ならどうすれば、ああ関係なく消されたのがまず解決策、祭りより絵にし奇跡を絵にしたような急な祭り、No way is the way yeah 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 yeah以来の百夜後皆が立場を忘れ騒ぎ、日が差すと戦場を行くよと続く悠久な宴、集いし者は違えの憂鬱たずさえ、希望まで踊り破いて気づけば明朝、今は時間を忘れ騒ぐ影となる幻想郷。